はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。まもなく11時になろうとしております。17月30日の火曜日ですね。はい、今日の、ね、日経平均は上がって始まってますね。今335円ですね。昨日のニューヨークはですね、プラス236ドルという上がり方をしました。まあまあ落ち着いてきたなという感じですね。で、その他を大きく変わらず、まあ、原油はですね、今 70.97 ですね。はい、ドル円が 113.7、うん、まあこの辺で落ち着くんでしょうか。このオミクロン騒動なんですけども、まだ新しいですね、こう情報が出てきてません。で、昨日ですね、岸さんが外国人全面入国禁止停止ということで発表して、なかなか素早い対応やなという感じですけどね。で、それで正解なんかどうかっていうのは分かりませんけど、まあ、他の国も、ね、やってますよね。でも、もうヨーロッパにはすでに入り込んだという感じですね。多分アメリカにも行ってるでしょうね。まだ見つかってないだけ で日本にも来てる可能性ありますね。昨日なんか一人ナミビアから来た人が出たとか出えへんとか言ってましたけど、まあちょっとこうあれですか、日経の記事を読みましょうか。政府は29日新型コロナウイルスの水際対策をめぐり、全世界からの外国人の新規入国を原則停止すると発表した。新たな変異株オミクロン型の世界での急拡大に備え、30日午前0時から適用し、当面1ヶ月は停止。今年の全ての日本人にはワクチン接種を含め、14日の自宅での待機を求めます。外国人の新規入国の原則停止に伴い、入国できるのは日本人と再入国する一部の外国人となる。1日あたりの入国者数の上限についても11月26日に5000人に引き上げていたが、12月1日から再び3500人の上限に行きますけど、まあ、その、まだようわからんというところですね。オミクロンが、感染力が強そうだというのは何となくわかっています。感染力ね。で、毒性がどの程度かということですね。で、ワクチンが効くのか効かないのかということですね。多分もう 1,2 週間はかかるんではないかなと思いますね。はっきりと、はっきりとか、はっきりするのはもっと後でしょうけどね。2月3月あるんでしょうけど、でも要警戒であることは確かであってですね、ちょっと今までのアルファデルタとは違う方になってしまっている可能性があるわけですね。なんで、これで、ゼロに戻るのか、それともですね、100来てるところをですね、60ぐらいまで戻ってまた60から始めるのかというところがね、ようわからんと、ようわからんのですけど、株式市場を見てる限りはやや楽観したかなという感じがしますね。君ら楽観したやろみたいな感じですね。ただまだ多分誰も知らんのでしょうね。アメリカ政府あたりはもう少し踏み込んだ情報を持ってる可能性もあります。で、これね、まず影響を受けるのは航空会社なんですよ。多分便数をまだ減便ということになりますね。3500人体制に戻すわけですから、まあ、だから航空会社のですね、経営売上減につながるのは確かですね。で、それは一番確かで、とりあえずはね、とりあえずはそこにまず影響があるんですけど、その次にですね、どうなるかと言いますか、もちろん経済全体もですね、そのあれですね、まあ、まだ緊急事態宣言がまた出るかどうかは別にしまして、イギリスやアメリカ、あるいはヨーロッパもものすごく警戒態勢になってますね。それでまたこう生産が滞る、あるいは消費が伸び悩むということは十分にあり得るし、まあ、もう現に出てくるでしょう。愉快なお隣さんの成長率はマイナスという予想が出てましたね、今日のニュースで。だから日本ももしかしたらですね、9、10、11、12ですね、
経済が回復するはず、あるはずなんですけども、この12月に入ってですね、また冷え込む可能性がありますね。なんでもしかしたらですね、10、11、12もですね、マイナス成長なんていうことになるとですね、もうこれどうなってんねんっていう話になりますね。まあ、で、今さまざまな面で、その半導体不足だとかですね、いろんな面で、こう、いろいろ支障が出てますよね。なんか聞くところによると、給湯器が壊れたらですね、お湯出すやつですね、あれ壊れたら今半年待ちやとかいう話になって、ほんまかみたいな。去年ね、うち壊れたんですよ。で、何日かかりましたかね、5日間ぐらい銭湯行きましたよ、みんなで。まあ、たまにはええわ、みたいな感じで。ちょっと遠いね、ほんまに。昔だってそばにあったんですけどね。今はね、もうちょっと歩くと20分ぐらいかかる。20分かからんか、14、5分。12、3分かな、歩くと。だから結構めんどくさかったんですけどね。まあ、そんな半年も銭湯行き続けるわけにいかんでしょう。まあ、近所にあるやったらいいですけどね。だから銭湯ってね、週1休みなんですよ。だから、ここね、世界湯ってのあったんですけどね、もうなくなってしまってね、もうこっち入船湯まで行かないから、遠いわ、ほんまに、と思って。いや、近くにあると便利ですけどね、まあ、余計な話です。やめましょう。あのね、一番影響を受けるのはね、あれですね、北京五輪なんですよ。で、中国はこのあれですね、オミクロンに対して今のところ何か動きがあるかというのは何もないわけなんですね。で、ただでさえですね、中国は入国制限っていうのをかなり厳しくやってます。もちろん観光旅行なんかで行きませんし、あれですね、駐在員たちもなんかものすごい制限をしていますね。で、特に北京にはなるべく外国人入れないみたいにしてますね。で、ちょっと発生したんで、国内でですね、国内の旅行制限までやってますね。で、それで防げるかというと、もう防げるわけがない、そんなんで。必ず入っていきます。完全に外国人のシャットアウト、外国からの入国をですね、シャットアウトするわけにいかないんですね、やっぱりね。で、ですか、開会なんですけども、そのやっぱしですね、半月ぐらい前からダラダラダラ、それは当然入れなきゃいけないし、 PCR で陰性であれば入れなきゃいけないわけですね。入れたけども PCR すり抜けてる可能性もありますね。だからどうするんですよ、肛門にピュッと入れるのあれやるんでしょうかね。あれかなり正確らしいですね、肛門に入れた方が唾液よりも。それをやるのかも分かりませんけども、まあ、それでも入ってくるでしょうね。で、どうなさるのかということですね。いやいや、開催は維持でもすると思うんですよね。維持でも開催すると思うんですよ。でも、どういう形になるのか、あるいはもうこれからオミクロンが猛威を振るってですね、どう言いましょうね、こう参加をためらう国も出てくる可能性ありますね。なんかそれを理由に行かないっていう、なんか変な、本当はボイコットなんですけども、その理由をオミクロンにすると言うと、ちょっとね、波風立ちませんからね、そういうことをにする国も出てくるでしょうね。特に選手団の薄いところはそうですね。例えば、南の、冬季五輪ですからですね、南の国ってほとんどその、数名いらっしゃるそうなんですけども、というところは当然もう見送りますというふうになる可能性があります。なんか今ね、このオミクロンのね、この動向をですね、北京の人たちはですね、こう戦々恐々と見守ってるはずなんですよ。うわ、どうなりなるだろうってみたいな感じで。で、株を手に入れたらですね、すぐさま、あれですね、得意のですね、水ワクチンの開発に取り掛かってると思うんですよ。もうあとあれですよ、約2月ですね、2月後に開催するわけですから、もう迫りに迫ってるわけです。
いやどうするんでしょうね。まあまあ一言なんですね、日本にとっては。選手団だけは一言じゃないですけど、我々にとっては一言でして、うん、まあまあ、まあまあ、あれですね、見守るしかないというのがあれですけども、かなりこう怪しくなっていると、開催っていう、無事の開催っていうのが怪しくなっていることは確かですね。はい、ということで、この日本経済新聞のサイト、今、最初のところだけちょろっと言いましたけど、そこは貼っときますんで、まあ別にどれを読んでも同じことだと思いますけど、割合、小評にして分かりやすく書いてありますので、ご興味のある方は、この日経のサイト、有料ではございません、誰でも見れるところなんで、貼っておきますんで、ご興味のある方は読んでみてください。はい、どうもありがとうございます。